軍艦更新局、または更新局、軍艦は、鳥山慶作市、瀬戸口東吉作曲の海軍軍歌軍艦に、大友志子取り図、峠清作曲の海イカバオトリオに加え更新局として成立した。一般に軍艦マーチとして広く知られ、ミャンマー国軍の公式軍歌としても採用されている。海上自衛隊の儀礼局でもある。 1893年、鳥山慶作氏の軍艦2曲をつけて、軍歌とし、その後、1897年頃に、巡視艦総統艦の軍楽師だった瀬戸口東吉が新たに作曲し、1900年に軍艦更新曲として誕生した。初演は、同年4月、戦艦藤の陸美の軍楽隊によって行われた。戦前左官に演奏され、 1941年12月8日の日米海戦時にも繰り返しラジオから流された。海軍省の制定更新局であり、海上自衛隊でも海上幕僚幹部通達により、儀礼局の位置として軍艦更新局の名称で制定されており、浸水式や出港式典などで総額されているほか、関越更新局として総額されている。守るもこうむるも黒。 鉄の浮きべる白ぞより見なる浮きべる、その白火の元の広告の四方を守るべし、ま、鉄のその間火の元にあだなす国を攻めよかし、石炭の煙は、太陽の竜火とばかりなびくなりダンツ響きは、雷の声かとばかり響けむなりバンディの波頭を乗り、越えて広告の光輝かせ、演奏楽譜は一時的に使用不能です。当初は変の蝶々であったが、音が高すぎて、 歌うのが難しかったためと町長に編曲され、さらに大正時代末期にはえ町長へと改訂され、現在の曲となった。戦前は、主戦率は4回流れることが多かったが、現在では3回とされている。海軍では改訂されることに演奏を変えていたが、陸軍では、海軍から供与された古い楽譜を長い間、使用していたため、同時期であっても、海軍と陸軍とでは、 やや違った演奏で録音されている。また、昭和初期の電気録音開始後の民間軍楽団などによる録音などでも、依然古い楽譜で演奏しているものも多い。1991年に著作権保護期間が切れた後はパブリックドメインになっている。現在では、海上自衛隊の儀礼局に指定され、儀礼局の統一についての通達によって、関越式における 関越更新の場合自衛官記事予式における乗組委員上官の場合自衛官命名式における浸水の場合その他必要と認められる場合に演奏することとされている。行進局軍官の非市民団体の手で行進局軍官の日が1996年に建立された神奈川県横須賀市三笠公園記念館三笠片面に戦慄。 反対側に歌詞が記されている。戦立は都庁長で寄付されている。記念碑混流の際、市長の設置許可書は降りていたが、歌詞の内容が好戦的との理由で、横須賀市公園管理課の担当職員の一人が難色を示し、記念碑の除幕式の際は、職員の独断で、人目に触れないよう歌詞部分は黒のビニールで追い隠された。またその後、 歌詞の部分が何者かにより、コンクリートで塗りつぶされる事件があった。その後有志によりこの歌詞は修復され、現在は歌詞が記載されたものになっているという。海いかば水く、かばね山いかば草むす、かばね大君の辺にこそしなめのどかにはしなじ出典のない替え歌については、ノートに記載してください。ありがとうございます。